ケノリ先生にこちら僕コケテラリウムをね教わった感謝の印として山芋とお豆腐を使ってうなぎではないんですよ、うなぎもどきのうな丼を今から作ります。シンプルなんですよね。大和芋とお豆腐の水切りのしたお豆腐ですね。ペーパーとかでぐるーって巻いたりして水をいっぱい吸ってくれますので、水切りのお豆腐だけここはもう作っておいてくださいね。お豆腐の水切りっていうのは、いつも電子レンジとか、あとお湯に入れたりとかしちゃうんですけども、それではいいですよ、もちろん、目的はお豆腐の水を取ること、熱を入れて水を出す、ペーパーにくるんであげて重しをかけて物理的に水を絞り出す、どちらでも選んでいただいて OK です。電子レンジだと何分ぐらいやったらいいんですか？電子レンジは中まで火を通らなければいけませんので、薄く切ってあげてください。ああ、切った方がいいですね、あと中と外の温度差が激しすぎちゃうんで。ああ、なるほど、勉強になりました。はい、でまあこういう風にある程度水を取ってあげてから、分量ですけどこの絞った絞り豆腐と山芋が大体同割り混ざればいいです。お豆腐も混ぜて粉々にしちゃえばいいですね。あのね、ミキサーがあればミキサーに全部入れてバーッと回しちゃってもいいですよ。でこうして、水がすごい水分がない、全部すりつぶしてください。そしたら次は大和芋、お豆腐の同量ぐらいの大和芋をすりおろせば OK ですよ。これは皮は剥かなくてもいいですか？剥かなくてもいいですよ、皮のついてても問題はないです。皮ごと食べる方が美味しいというか、むしろ栄養もあって。あ、そうなんですか、それはどの山芋でもそうですか？そうですね、いっぱいこう土が、まあ、土がついたのはあるんですけども、土だけは落としてください。いっぱいヒゲが生えてるじゃないですか、そういうのも含めて、吸っちゃって大丈夫ですか？気になる方は取ってください。その代わり気になる方は、気にならなかったら入れてあげてください。そうなんですね。そんな悪者扱いしなくていいですよ、ね、ちょっと壊して山芋を混ぜてあげて、この硬さをね、もう感覚で覚えときましょう。この硬さ、ちょっとこうやってみます。はい、持ち上げてぐるっと持ち上がってるけど、これぐらいかな。結構重い感じですね、ずっし、あんま硬くてもね、あのうなぎのふわふわ感は出せないんで、じゃあ実際にね、ちょっとここに乗せましょう。で、乗せる前にほんとちょっとでいいんですけど、こう片栗粉をちょっとね、こうやって振ってあげてください。ちょっとこうこうして、ちょっと片栗粉、接着剤ですね、乗せたのはいいんですけど、ポロンって剥がれやすいんで、ちょっとだけでも片栗粉振ってあげるといいですよ。一個やってみましょうか。はい、これぐらいで大丈夫でしょうか？OK ですね、中入ってる、はい、直剤ですか？そうですね、振ってください。で、こうやって乗せて、海は何の役割って言いますか、そうそう、これがうなぎの皮に変わります。おお、うなぎの皮ですか？そうです、皮になります。すごい、そう、なんか難しいですけど、いいですよ、濃い方が美味しいと思いますよ。少しずつずっしりきました、ずっしり、そうで、もうちょっと下置いてもらって、下置いていいですかね、この安定するかな。はい、でもなんか楽しいですね、ちょっとペラなんか塗ってる感じが、そう、あとは漆喰塗るみたいに、そうですよ、本当に職人になったみたいです。腹筋、うなぎの、あ、すごいです、これがすごい、こんな感じでしょうか？ OK です。はい、それでちょっと焼いていきます。皮から焼いてください。ちょっと油入れてあげてください。揚げるっていう感じがちょっとなんか、あ、そうです、ね、揚げる感じです、揚げる感じです、揚げ焼きみたいな、よいしょ、よいしょ、わ、すごい、素晴らしい。はい、で火入れますね、はい、揚げてない、揚げてないけど揚げてるかのような、あー、すごい技ですよこれ。いや、これありますよ、そういうムニエルとか、ほら、あ、
あー確かにこういうことなんかフレンチでやってるようなイメージないですか。あー確かに言われるとあるかもしれない。うん、どこまでいつまで開けたらいいんですか。あの裏返せるようになればいいですよ。です、ね、裏返しても表面がこの壊れなければ。もうちょいですか。そうです、精進料理でいううなぎもどき丼ですね。どうぞ食べてください。はい、できました。いきます。はい、わーすごい美味しそう。いい香りがします。はい、では食べてみてください。どうぞ。いいですか。はい、どうぞ。ではいただきます。はい、どうぞ。すごい、いい香り。ちょっとこんな感じになってます。本当だ、これだけ見たらうなぎですね。うなぎです。まずはちょっとここをいただきます。はい、うなぎみたいですよ。海苔が、うん、海苔大事ですよね。海苔大事です、ね、もっと置けばよかったね。そう、もうちょっとあってもよかったかもしれないですね。そうだね、海苔ね。うん、はい、こちらこそありがとうございました。はい、また家に帰っても作ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。楽しい時間ありがとうございました。はい。